まもなく一番スクリーンを開場いたします。いらっしゃいませ。チケットをお持ちのお客様は入場口までお越しください。あの子、私が落ちたオーディションに受かったんですって？生意気ね。ちょっと人気が出たからって、大して演技もうまくないのに。もう後輩相手にマウントを取って。この前はプロデューサーとホテルに。無理しすぎじゃない？ここは競争社会よ。一回寝て仕事が増えるなら安いわ。そうだけど、少し疲れてきたの。この世界から離れて普通の自分に戻っても。じゃあ聞くけど、どんな自分に戻るっていうの？その問いが出るといつも彼女たちの会話は終わる。鏡よ鏡、本当の私は誰？本日は